皆さんこんにちは。こんにちは。これまで30数回様々なタイプの知恵兵器を紹介してきましたが、今回初めて宇宙をテーマにした兵器を紹介していきます。ついに宇宙か。となるとゆかりの出番やな。ということで、当チャンネルの宇宙担当となるゆかりちゃんに、一体どのような兵器が過去に計画また開発されていたのか紹介してもらおうと思います。それではゆかりちゃん、お願いね。皆さんこんにちは。ゆかりの解説は随分久しぶりやな。そうですね。宇宙担当と言いつつ、弾道ミサイルや核兵器しか紹介できていませんでした。それで、今回はどんな兵器なん？なんか宇宙の兵器言っとったで。では、早速紹介していきましょう。今回紹介する珍兵器は、ソユーズ宇宙船です。はい。ソユーズって今も使われとる宇宙船やん。実はあまり知られていないのですが、ソユーズ宇宙船に、過去、他国の人工衛星を調査したり、搭載したロケットで破壊するという武装ソユーズ宇宙船を開発していたことは知っていますか？知らんで。ほんまにそんなんあったん？存在していました。しかも、試作機も実際に作られたものもあります。ほんまか。これは面白そうな話になりそうやな。最初に紹介を始める前に、この内容は調べることができた範囲のもので、解釈が異なっていたり、正確ではない情報や表現が含まれている可能性があることは、あらかじめご了承くださいね。それでは、あかねちゃん。そもそもソユーズ宇宙船は何のために開発されたか知っていますか？宇宙というか、地球の軌道に人を送り込むためやろ？厳密に言うと違います。あれ、そうなん？ソユーズ宇宙船は、もともとソビエトの宇宙飛行士を月に送り込むため開発されたものになります。ほんまか。初期のソユーズ宇宙船開発の中心人物だったのは、ソ連の宇宙開発を語る上で切っても切れないセルゲイ・コロリョフです。ほう。彼は米ソ宇宙開発競争の中心的人物で、現在に続くソ連の宇宙開発に多大な貢献をもたらしました。アメリカのフォン・ブラウン博士のソ連版の人って感じか。ちなみに、そんなセルゲイ・コロリョフですが、1938年、当時30代の頃にテロ組織に関与及び開発の遅延によりソビエトの国家資金を浪費したとして。待て待て、この流れはあれやで。ソ連内務人民委員部、つまり N カー米帝に拘束され、シベリアの強制収容所に入れられています。いきなりいいパンチ入れてくるやん。もう何してんねん。国の宝をシベリア送りにすんな。もちろんこれら容疑は全て嘘で、同僚で友人だった優秀なエンジニアにより妬まれたことが原因でした。いつの時代でもおるんやな。さて、話は脱線してしまいましたが、そんなシベリア送りも経験したセルゲイ・コロリョフにより、1963年に提案されたのは、有人月軌道周回目的の L1 と呼ばれる構想です。なんかめっちゃでかいで。この宇宙船部分が、これから何度か登場するソユーズ A です。このソユーズ A は、ソユース7系とも呼ばれていますよ。これで月まで行って、ぐるっと帰ってくると。はい、その他のものは、例えば、中央のこれは、ソユーズ B というエンジンと燃料を搭載したアッパーステージ。左のものは、ソユーズ C というもので、燃料を積んだタンカーで、それぞれ、3つを個別に打ち上げて、軌道上で合体、L1 となり、ドッキングと分離を繰り返し、月軌道を周回、帰還するという計画でした。かなり大掛かりな計画やな。一方、L1 を含むソユーズ A よりも、先に提案されていた宇宙船があります。先？1962年12月から63年にかけて提案されたのは、ソユーズ P とソユーズ R という今回テーマになっている宇宙船です。これが軍用の有人宇宙船ってことか。この2つは、ソユーズ 7KP と 7KR とも呼ばれています。こちらのソユーズシリーズを簡単にまとめたツリーでは、ここに位置しています。なるほど、ソユーズ A の改良型が、ソユーズ P と R ってことか。それにしてもソユーズめちゃ種類あるやん。これで合っているのか自信はないのですが、覚えるのは大変ですね。さて、この2つの P と R が、有人ソユーズ宇宙船の中で初期の迎撃機と偵察機になります。この P はロシア語で迎撃、R は偵察の頭文字から取っているそうです。迎撃とか宇宙で何すんねん。でも不思議やな。普通は非軍事用のソユーズ A を先に提案して、次に軍事用の宇宙船を提案するってイメージあるけどな。確かにその通りなのですが、この点についてはコロリョフが当時構想している計画の規模が大きく、
資金提供は国防省からしか得られないだろうということを認識していたそうです。ここからは私の想像になるのですが、軍に興味を持たせるため、ソユーズ A に2つの派生型、つまり軍事用のソユーズ P と R を開発して、先に提案することで興味を持たせ開発資金を獲得しようとした可能性があります。なるほど。そう考えると先に軍事用を提案したのも納得できるな。では、迎撃機ソユーズ P と偵察機ソユーズ R はどのような仕様だったのか紹介していきます。迎撃機ソユーズ P は、2名の宇宙飛行士を乗せ打ち上げられ、月周回に使用するソユーズ B と C をドッキングし運用する方法になっていました。つまり L1 の宇宙船部分が異なっとるだけやな。はい。このドッキングした構成により、高度 6000km の範囲で運用することができるとしていました。これは、国際宇宙ステーションよりも12倍ほど高い高度になります。当時打ち上げられていた多くの人工衛星に対応できる感じか。注意してほしいのは、ソユーズ P は迎撃という言葉が用いられていますが、地球上の戦闘機とは異なり、武装は一切されていませんでした。あれ、それで何をするん？例えば、アメリカが宇宙に投入した人工衛星に接近。宇宙飛行士が船外活動を行い、人工衛星を調査することになっていました。船外活動って、めっちゃ大変そうやん。その調査結果をもとに、直ちにその場で破壊するのか、何かを持ち帰るのか判断することになっていました。人工衛星は多分機密の塊やから、調べずに破壊するよりも調査した方がええかもしれんな。しかし、この案には致命的な欠点がありました。なんなん？実は、当時打ち上げていたソ連の人工衛星には、他国に機密が盗まれないように、自動爆破装置が仕組まれていたものがありました。危なすぎやん。これは何らかの理由で地上から遠隔操作で爆破が失敗した場合でも、特定の条件が重なった場合に人工衛星が自爆するようになっていました。アメリカの人工衛星に爆発物が仕組まれていたのかは定かではなかったのですが、どのような条件で爆発するかわからない人工衛星の近くで調査したり接近して回収するというのは宇宙飛行士にとって極めて危険だと判断されました。そりゃそうや。それでキャンセルになったと。当時ソ連軍はソユーズ P の敵の人工衛星を破壊するという案は興味を持っていたものの、宇宙飛行士の安全性に強い懸念があることが問題視されました。加えて同じ時期にイストレビテル、スプートニクという2つの爆発物を積んだ無人の対衛星迎撃計画が始まっていたことで、最終的にソユーズ P の計画は中止となりました。無人の対衛星迎撃計画ってまたすごいの作っとるやん。この無人対衛星迎撃機は実際に宇宙に打ち上げられ、何度か迎撃試験もされています。本命はこっちってことか。ゆるふわ軍事チャンネル。そしてもう一つ、ソユーズ R は宇宙から地上を偵察する軍事用の有人偵察機でした。ソユーズ R は同じくソユーズ A をベースに改良されたもので、2人を乗せて打ち上げます。そしてそれよりも前に打ち上げていた 11F71 というモジュールサイズの小型宇宙ステーションにドッキング。こちらに乗り移り、搭載された偵察用の機材を操作して宇宙飛行士が偵察活動するものになっていました。なるほど。しかしこの宇宙ステーションを地球軌道に展開しドッキングするという案は、その後登場するアルマースと呼ばれている軍事宇宙ステーションの開発計画が始まったことで計画が中止となりました。ということは、両方とも計画だけされて、実現はせえへんかったと。ソ連における宇宙の軍事開発については、未だに公開されていない情報が多く、どのような意思決定がされていたのかも謎が多くあります。実現されへんかったのはちょっと残念やな。ちなみに月周回用の L1 はどうなったん？そちらについても簡単に紹介しておくと、計画のみで開発はされませんでした。理由はいくつかあるのですが、1回の月周回飛行に伴うドッキング回数が合計で5回必要だったことも原因でした。5回は多すぎやろ。ソユーズは月への有人計画として開発されたものの、当時それを行う LK-1 という2人乗りの宇宙船案が好まれていたそうです。そのようなこともあり、 L-1 を含めたソユーズ A も開発中止となりました。ソユーズだらけでようわからんけど、今回出てきたやつは全部作られることはなかったということやな。はい。開発はされなかったものの、これをベースにした様々な発展型が開発され、現在に続くソユーズ宇宙船も生まれることになります。ようわかったわ。次回の後半では、より本格的なロケットを搭載した有人迎撃機、
さらに機関砲を搭載したソユーズ宇宙船を紹介していこうと思います。ぜひ楽しみに待っていてくださいね。それではズンコちゃんにお返しします。はい、アカネちゃん、ソ連の軍事用ソユーズ宇宙船について分かったかな？ソユーズ宇宙船はもともと月飛行用に作られたやつで、それを改造して他国の人工衛星を調査、場合によっては破壊したり回収したり他のステーションとドッキングして偵察に使うという案もあったというやつやな。宇宙遊泳をして調査したり回収する案はなかなか衝撃的だったね。あれめっちゃ危ないやん。実行されとったら多分犠牲者が出とったで。それでは次回紹介するソユーズ宇宙船は、今回登場した機体をさらに発展させたものが登場しますよ。楽しみに待っていてくださいね。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。